はい、ということでですね、今日の動画は香港で起こっている感染の第2波についてです。前にね、世界で起こっている新型コロナ感染の第2波についてやりましたよね。ここでね、ちょっと僕ね、香港をね、見逃してたんですよ。ある程度ね、こう大きい国っていうのをチェックしたんですけれども、香港はね、ちょっとね、見逃してました。まあ、そういったこともあってね、今日はちょっと香港だけじゃないんですけれども、香港中心にね、今起こっている感染の第2波っていうのを紹介していこうと思います。でですよ、僕ね、前の世界で起こっている感染の第2波、この動画で言いましたよね。なんか第2波が起こってるところっていうのは、ある程度こうエリアでまとめられると。まとめられるっていうかね、もう2つのエリアしかなかったんですよ。一つは中東。そしてもう一つはアジア。ただまあアジア、東アジアプラスオーストラリアだったんですけれどもね。だから結局ね、香港っていうのも東アジアじゃないですか。エリアとしては合ってたんですけれども、ちょっと香港抜けてたっていうね。でもやっぱりね、こっから見てもね、第2波っていうのはね、エリアで起こってるなって思いましたね。こうね、同じようなウイルスが第2波を起こしてるのか。はたまたね、本当にウイルスっていうのはよくわからないものなので、近しいウイルスがね、何かこう繋がっていて、同時期に変異して、例えばこう弱毒になって、その代わりね、感染力を強めたとか、そういったことが起こってるのかもしれません。まあその辺っていうのはね、僕にもわからないし、おそらくね、まだ科学者でその辺わかってる人っていないと思うんで、とりあえずね、今日は今起こってることっていうのを紹介していこうと思います。はい、じゃあまず記事読んできますね。新型コロナ、新規感染者118人、連日最多を記録香港。香港では23日だけで118人の新型コロナウイルス新規感染者が発生し、2日連続で歴代最多記録を更新した。この日、香港保健当局によると、香港では地域発生111人、海外流入7人の計118人の新規感染者が発生した。この数は前日の113人から少し増加する数値となった。これにより、香港における新型コロナウイルスの累計感染者数は2249人を記録した。香港では今月16日から8日連続で50人以上の新規感染者が報告されているっていう状況なんですけれども、ちょっとね、これグラフで見てみましょう。はい、グラフ。もちろんグラフですからね、ニュース記事より最新なんですけれども、これで見るとね、一番最新の7月24日ここがね、123人になってますね、新規感染者数。だからどんどん増えてますよね。さっきやった前日が113人で、23日が118人、そして24日が123人ですからね、感染者数ってのはどんどん増えていってると。でこれね、グラフ見たらわかると思うんですけれども、もうね、4月の中旬から6月下旬まで、ここでね、25人を超えてる日ってのはなかったですよね。これが最近はね、どん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 増えてきてると。まあだからね、どう考えてもこれ第2波ですよね。で一応言われてる原因っていうのが、2月から5月の間っていうのは航空会社の乗務員や船の乗組員、あとね、食品なんかを納入する輸入業者、こういった人たちっていうのはね、14日間の隔離義務を除外されていたと。だからね、今ね、どっか外国から香港に行くと、そうするとね、とりあえず2週間は隔離されるんですよ、香港で。で、OK だったらそこからちょっと自由になるっていうね。まあそこからもいろいろ段階があるんですけれども。それがやっぱ今言ったようにね、航空会社の乗務員や船の乗組員、で、食品の輸入業者なんかね、これがね、まあ2月から5月の間にね、約20万人いたらしいんですけれども、まあ多分同じ人が行ったり来たりしてるのもね、あると思うんですけれども。こういった人たちっていうのはね、まあインフラですから、もうね、14日間のね、2週間の隔離義務なんてね、やってられないんで除外されていたと。で、一応言われてるのは、こういった人たちが地元のタクシーに乗って、で、タクシーの運転手さんに感染して、そこからね、まあ、地域に広がってた可能性が考えられてると。まあ、わかんないですけれどもね、まあ、広がるときはもう広がるでしょうね。で、再びね、こう、第2波が来て、広がり始めた香港っていうと、またね、規制が強まってきてます。どういった風になってきてるかっていうと、7月13日から、香港のすべての学校に休校命令が出たと。そして7月20日からは、18万人程度いる香港の公務員に、在宅勤務のね、命令が出ていると。あとね、同じ日に出てたニュースなんですけれども、そこ見るとね、公務員はフレックスタイム制が導入されたっていう風に、そういった風にも書いてありました。何ですかね、これ。在宅勤務じゃダメな人っていうのはフレックスタイムで出てんのかな、ちょっとわかんないですけど、どっちが本当か。あと民間でも、ちょっと話題になってるね、HSBC。ここでもね、リモートワークで働くことは可能な人は、リモートワークしてくださいっていう風にね、HSBC から指示が出てると。他にもね、大規模集会っていうか、集会に関する制限っていうのがね、また強まっていて、まあ一回緩んだと思うんですけれども、これがね、50人集まっていいってなってたんですけれども、ここからね、また縮小されて、4人までしか集まっちゃダメっていう風になったらしいですね。あとこれね、7月14日に出てたニュースですけれども、ジムやゲームセンターですけれども、こういったところもね、1週間閉鎖っていう風にね、命令が出てるみたいですね。まあ7月14日のニュースでね、そこから1週間って言われてるので、おそらくね、これ、感染者っていうのはどんどん増えてるわけじゃないですか。多分延長されてるでしょうね。だから多分今もね、ジムやゲームセンターっていうのは閉鎖されてるんじゃなかろうかと。で、他にも、香港のレストランっていうのは、午後6時以降。午後6時以降っていうのはテイクアウトのみ許可されてるんだそうです。
だから6時までっていうのはレストランはある程度普通に開けて、でも多分レストランの店内っていうのは席数とかね限られてると思うんですよ。半分の席数にしなさいとかね。そして全てのレストランが18時以降は基本的に店内での飲食は禁止でテイクアウトのみ許可されてると。他にもね結構大きいのが6月に入ってね緩和されていた公共交通機関、まあだから地下鉄とかバスですよね、これに乗るときっていうのはマスクをねつけることが義務化されてたんですって。でも6月に入ってまあどっちでもいいっていうかね義務じゃなくなったと、緩和されたと。ただこれがね再びつけなさいっていうふうにね義務化されたそうです。でこれが公共交通機関の話だったでしょ。他にもショッピングモールや店舗、スーパーマーケット、市場、建物のロビーを含む屋内公共施設でもマスク着用っていうのは義務化されてるらしいです。これがね7月23からね再び義務化されてるみたいですね。でこれに違反すると罰金があって5000香港ドル、まあ約ね7万円ですね、これが罰金になってます。ということでね、香港ってのは間違いなく感染に関しては第2波来てるわけですけれども、重症者数ってのはね、まあ、34人でした。まあ700万人以上人が住んでるところでね、重症者ってのが34人、そして死亡者数ってのは1日あたりね多くても2人、だいたいね0の日とか1人の日とか、そういった日がね最近の香港は続いてますね。これがだから多いのかどうなのかって話ですよね。僕はまあ少ないと思うんですけれども。そしてこれが一番ニュースになってましたよね。香港のディズニーランド、これがね15日から再び休業してると。だから香港のディズニーランドってのは再開されたけれども7月15から再び休園してると。これがね6月18から再開したばっかりだったらしいですね。ただし7月15から閉まったと。まあだから1ヶ月弱だけの再オープンでしたね。一応ねこれ年間パスポートとか買ってる人いるわけですよ。でも閉鎖期間っていうのは加味されて延長してくれるそうです。一安心、まあ、とか言ってる場合じゃないですよね。で今日はねメインに香港のことやってるわけですけれども、他のところも見ていくと、一応ねニュースとかで第2波って言われてるところというと、オーストラリア、ベルギー、ちょっとこれもグラフ軽く見ときましょうか。オーストラリアとベルギーね。オーストラリアに関しては僕も前にね話しましたよね。はい、これが1日の感染者数、確かに第2波来てますよね。じゃあちょっと死亡者数見てみましょうか。死亡者数もねそれなりに増えてますよね、オーストラリア。じゃあちょっとベルギー見てみましょうか。ベルギー、まあベルギー第2波とはねどうなんですかこれ。1日あたり確かにね300人以上になってますけれども、まあ、元が元ですからね、今のところ第2波になるかもぐらいですかね。で死亡者数見ると、まあ全然グラフから見たら分かんないですね。これね4人とかなんですよ。まだだからねベルギーに関して第2波っていうねそういったニュースもあったんですけれども、僕はまだなってないかなと。まあ、あともしかしたらですよ、もしかしたらベルギーっていうのは高齢者施設ですごいパンデミックが起きて死亡者が増えてるってね、まあ今じゃないですけれども結構ひどかった時はそういう風にすごい言われてた国なんですよ。もう死んでる人の半分以上が高齢者施設で死んでると。だからもしかしたらですよ、今の感染っていうのもどっかね一つ二つの高齢者施設でパンデミックが起こってる、それでね感染者数が300、400になってるのかもしれないです。多分ね他のヨーロッパの国ではねまだどこも第2波って起こってないですから、だからベルギーも第2波とちょっと違うのかもしれないですね。で今もねそうですけれども、冒頭でも言いましたけれども、僕はなんかねエリアで第2波が起こってんじゃなかろうかと思ってるんですよ。中東と東アジア、まあオーストラリアありますけれども、そこでなんか第2波起こってると。ただねこういったニュースもあって、若者の感染が目立つ日本やアメリカとは違い、香港の感染者は以前に比べて高齢となっており重症化する例が増える可能性もある。だからまだ増えてはないってことなんですけれどもね。今回の第3波は中央値で55歳と、第3波って書いてありますけれども、これ香港って第3波なんですかね。僕が見てるグラフっていうのは、まあ、2月の初めぐらいしかないんで、その前にね確かに中国は12月とかねなってましたから、そこにもう一個波があるのかもしれないですね。このグラフにはないですけれども、まあ、とにかく今回の第3波は中央値が55歳と、これまでの第1波2波の40歳から年齢が上がっている、介護施設での集団感染も起きているということでね、まあ、介護施設での集団感染っていうのもね、新型コロナのターゲットが高齢者に変わったかっていうとね、ちょっとまた違った感じがするんですよね。自然な状況の感染でね高齢者が増えてるっていうんだったらね、じゃあ日本と香港ちょっと違うウイルスなのかなと思うんですけれども、まあ、高齢者施設でね感染が起きてるっていうんだったら、それはまあそこの問題かなと思うんですけれどもね。まあ今のところはちょっとまだわかんないですね。逆に言うとね数がまだ少ないんで、そんなに比較もできないですね。であとちょっと気になったのがマカオがねかなりやばいなと。ただねこれやばいっていうのはね別にね悪い意味じゃないんですよ。マカオってのはね別にまだ第2波起こってなくて、ただね僕はやばいなと思ったのは相当厳しく取り締まってるなと思って、まあ厳重にやってる、いい意味でね、まあやりすぎな感じがありますけれども、まずね今マカオで入院してる人ってのは1人しかいないと、まあ、問題ないんですけれども、なんかマカオではね無症状であっても検査で陽性であれば、まあ、感染者とみなされて入院しなきゃいけないんですって。で1回入院したらもう 3,4 週間出れなくて、で 3,4 週間経ってですよ退院していいよってなるじゃないですか。それは病院からは退院になるんですけれども、なんかね退院後も再発症のリスクを考慮して隔離施設で14日間過ごすと、病院を退院した後ですよ、
で、その14日間が済んだら、その後も自宅で14日間待機なんですって。もうこれで1ヶ月ですよね。だから入院3、4週間して、退院して、隔離施設で14日、自宅で14日。なんかだからもう1ヶ月半から2ヶ月は無症状でも出れないってことですよ。まあでも逆に言うとね、これね、今入院してる人が1人しかいない。まあそんな状況だからここまでね、厳重にね、できる対応なんでしょうけれどもね。マカオではね、累計で46人しかまだ感染者って出てないらしいです。で、今入院してるのが1人でしょ？しかも症状を発症してないかもしれないですよね。まあ、そんなマカオには入院できるベッドっていうのが232あって、で、72台の人工呼吸器があると。まあ、あとね、香港からマカオにね、渡る人って結構多いわけじゃないですか。これにもね、1週間以内に取った陰性証明書っていうのがね、いるんだそうです。で、それ持っててもマカオに渡ったら14日間は隔離されるんですって。その後自由っていうね、すごいなと。まあ、そんな感じでね、マカオには入院してる人が1人しかいないと。ただ香港ってのは第2波が起こっていて、感染者っていうのはね、今100人以上いるわけでしょ。ただね、僕はここで疑問に思うのがね、中国なんですよ。中国って本当に感染者出てないのかなと。まあゼロじゃないんですよ。僕はね、最近見たのだと、まあ1日20人ぐらい出てると。それも毎日じゃないんですよ。最近結構多めに出てた日で20人ちょっとだったんですよ。しかもね、その20人ちょっとの人数のうちの17人が新疆ウイグル地区でしたね。だってですよ、今ね、韓国で5、60人1日出てると。そして日本で言うとね、1日900人ぐらい感染者出てると。それで香港でも100人以上出てるわけでしょ？本当にね、中国あんだけ広いわけじゃないですか。そして人口もね、14億人ぐらいいると。その中国全土でね、しかも東アジアはね、第2波来てるわけじゃないですか、あらかたの国で。本当に中国ね、20人ぐらいしか出てないのかなって疑っちゃいますよね。はい。今日はね、だいたいこういった感じなんですけれども、最後にね、ちょっとね、香港のビジネス。これがね、どういった感じかっていうのも紹介して終わろうと思います。まずですね、皆さんあんまり好きじゃない香港の、皆さんっていうかまあ全員かな。香港のキャリー・ラム行政長官、だから香港のトップですね。この人がね、効果的なワクチンが域内に広く普及しない限り、まあ普及ってかまだできてもないですからね。しばらくは新型コロナと共存する必要があるかもしれない。だからキャリー・ラムからすると、もうしばらくウィズコロナだっていうふうに言ってるんですよね。ただ僕からしたらあれですよ、しばらくウィズコロナだったら、こんなに厳重に取り締まっててもね、しょうがないだろうと思っちゃうんですけれどもね。まあまあそれは置いといて。でね、香港のビジネスの状況なんですけれども、在香港の日系企業に聞いてみたところ、やっぱりね、97% の企業が今ね、コロナウイルスで業績にね、影響が出てると、そういうふうに言ってるらしいです。そりゃそうですよね。そして、4月から6月の香港の失業率。これがね、6.2% ぐらいの失業率だと。で、この水準って言うとね、香港で見たら過去15年で最悪のね、水準らしいです。もちろんね、その理由っていうのは、主力の観光産業。これがね、打撃を受けてると。観光産業に限った失業率で言うと 10.7%。まあ、平均がね、6.2% ですから。なんかでもね、もっとひどくてもね、なんか驚かないですよね。平均が 6.2 で、観光に限って言うと 10.7 ですから。もっと観光悪くてもね、驚かない。あ、でもね、次がひどかったです。飲食業。飲食業っていうのが観光よりもひどくて、14.7% の人が失業してると。だから観光の方がまだマシなんですね。で、他にも貿易とか運輸関連で失業率ってのはやっぱ上がってると。はい。香港ってのはね、そういったところです。で、ちょっとね、前の動画の補足なんですけれども、この間ね、このコロナ禍で病院の業績が悪化していて、看護婦さんたちのボーナスが削減されてるっていうふうに言ったじゃないですか。あれね、もう一回知り合いに聞いてみたんですよ。そしたらいろいろ教えてくれて、まあいろいろってか具体的にかな。その人のね、お母さんもお姉さんも、お姉さん二人いるんですけれども、全員看護婦やってるんですよ。でね、教えてくれたのが、茨城の内科に勤めてるお姉さんっていうのは、ボーナスがね、1ヶ月分カットされてると。で、都内の美容整形外科、ここに勤めてるお姉さんは3割カット。ボーナスが3割カット。そして、地方のね、精神病院に勤めてるお母さんっていうのは、元々のね、報酬体系っていうのが年俸制なので、ボーナスがないと。だから当然ね、ボーナスカットになってないと。ただね、このままだと来年の年俸っていうのは変わるかもしれないですけれどもね。っていうことでね、やっぱりね、看護婦さんたちのボーナスっていうのがカットされてるっていうのは本当らしいです。はい、今日はそんなところでございます。